その商品に対しての熱意とか、なんかこう、今までやってきたことだったりとかっていうのは、なんかこう、申し分ない感じはしてるんですけど、はい、こう今までのそのプレゼンの質だったりとか、商品力だったりとかが高ければ高いほど、じゃあなぜこう今、この200万円が、えっ、ー、と、たった200万円がないのかっていうところに、ちょっと目が行ってしまうんで、はい、そこをちょっと教えてほしいですね。一つは、えーと かなり、えっと、アパレルはコロナで食らったっていう部分がすごく大きくてあのブランドがちょうどこうなっていって仕事をもらってこうなろうとしてたところで緊急事態宣言が去年の 4, 4, 月,去年の4月1日に東京,からあ東京に出てきたんですけれどもその,あの納品受け取れないであったりとかそのキャンセルであったりとか、まあ、たくさんのことが。 出たっていうのがやはりちょっと一番の原因かなと思っててで200万円っていう数字に関してはあの、えー、とスモールスタートっていうもう一度スモールスタートしてっていうところを考えていたのでその今ちょっとまあ売り上げがなかなか取れないっていう状態なんです本当に正直に言うともともとそのこの事業を始めたのは何年前なんですすかか年の7月からでで売り始めてコロナになるまでの間で さっきの1500 150、ねはい、万円弱ぐらいが売り上げが上がったんです、ねはいはい、でそれで緊急事態宣言があってパッタリと売れなくなってしまったっていう、ね、えっとパッタリとではなくて、えっと、主にやっぱりその若い子たちだいたい平均年齢22から23ぐらいだったんですけどあの彼らのもう成人式が全てほとんど中止になってしまったので成人式授業で、まあ、大体30着あったものとかが大体まあ 3着、4、5着ぐらいになったりとかぐらいの感じに、まずその着物のジャケットはなりました。で、その間やっぱり何もしないわけにはいかないので、そのいろんな商品開発して、そのイベントで売ってたりとかしてたんですけど、まあなんとか売り上げは保ってたんですけど、やっぱりちょっと、あとはその機能的な商品っていうものが結構そのコロナの間であったりとか、家ごもりの間とかってかなりその需要になってしまって、やっぱり外に出ていけるアイテムっていうものは、 非常にその難しいっていう部分があまあしかもやはり高額っていうのもあったので、大学生たちもバイトできないとか、いろいろあったので、まあそうなってしまったという形ですね。今までどうやって打ってたんですか <music>